施主様にとって思い入れのある立派な木製バルコニー。当初は経年劣化で傷んだ床板のみを交換するはずでしたが、思っていたよりも深刻な状態。腐朽の激しい躯体の一部を交換することにしました。最小限の修理に食い止めて、あとは組み立てるだけ。解体後に雨が降り、それ以外の箇所もかなり水が入っていることが判明しました。もう切りなくない？せっかく木材を刻んできましたが、やり直しになりました。壊そう。結局床を支える防火材すべてを解体することにしました。ほぞがびしょ濡れです。雨ざらしとはいえ、躯体がここまで普及するのはなぜだろう。勾配がなく水が切れないからだと思っていました。ずっと思っとったんだけど、これ何のためにこれ してやんの？謎の埋め木。このパネルみたいなやつをつける上で必要だったの？ここになんか違うやつはめようとしとったんだよ、多分。お客さんに原因分かりました。床を支える防火材の上場に溝が掘られています。途中でデザインや収まりを変更し、溝を木で埋める必要が出てきてしまったのかもしれません。前日の雨だけではなく、長い間乾かずに常に濡れていたのがわかります。溝に入り込んだ水をさらに埋め木で蓋をして長い間閉じ込めていたのが致命的でした。ジューシーだね。水溜めちゃってる。この溝の付近以外は案外しっかりしており、木製だからこうなったとは一概には言えません。木製のデッキやバルコニーを長持ちさせたければ、雨じまいの良い構造にすることと、メンテナンスを怠らないことが大切です。改めて追加の木材を刻みます。大きな丸ノコで捨て切りをしました。20年使っている大事な丸ノコです。切る場所によって切り込み深さを毎回調整するのが面倒なので、複数の丸ノコを使います。丸ノコを複数台使うときは、足元がコードだらけにならない充電丸ノコはありがたい存在です。これは 165mm のコード式電子丸ノコです。充電丸ノコの進化により、最近はリフォーム現場に持っていくことは減りました。柱のほぞを作ります。最後にちょんちょんと墨をつけたのは、ここはいらないですよというマークです。
角を取ります。面を取るなどと言いますが、刻んだ敷地同士が入りやすくするためです。面取るか。今回の刻んだ柱などは化粧となります。建築においての化粧とは、仕上げ剤として表面に露出することです。塗装で仕上げるので、四隅は面を取ります。この場合の面を取る意味は、角が尖った状態だと後で割れてきて塗装面が取れてしまうのを防ぐためです。他にもテーブルや敷居などの角は危ないので、面を取ることもあります。水性の保護塗料を隠れてしまう小口に念のため塗りました。見て、チョコレートみたい。キシラデコールのような油性の浸透タイプの塗料の場合、油を含んだ新しい材料と油性塗料が塗られた古い材とでは色の乗り方が変わってしまいます。塗り替えには着色力の強い水性塗料を使用します。刻んだ木材を組む前に、既存の敷地、ほぞ穴を整えます。濡れていたり、腐っている部分をできるだけ最小限に取り除きます。狭いので、弦能を短くしか持てません。のみに力が伝わりにくそうです。いろんな差し金の使い方をしています。一寸80、80、45。こちらは柱は特に傷んではいないのですが、このままだと物理的にほぞに差し込むことができません。手前から滑らせて差し込むようにはめるので、片側だけ落とします。このような狭い箇所では、ノコはまともに使えません。まずは手ノコで薄く切ってガイドラインを作ります。あとはマルチツールを使って加工します。細かい部分はのみでさらえます。準備が整いました。木製バルコニーを復元します。あ、ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございます。あ、はい、ありがとうございます。さあ、作業開始というタイミングで、嬉しいお茶のお誘い。リフォームあるあるです。難しいな。だってはめる。こっちを落とさせてもらおうかな。固定された柱に途中から組み入れるので、なかなかスムーズにはいきません。雨ざらしの場所なので、雨がたまらないようにタイトに作ったことも影響しています。体勢が悪く、まともに掛け矢を振れません。あ、割れた。一本目はちょっと硬かったかな。この硬さは次に影響します。シリコンスプレーで滑りを良くします。これでもかというくらい、アホみたいにかけます。入りやすいように角を取ったり、当たる部分を叩いて木殺しします。
105ミリ角の材料を柱打ち乗りに入れるとなると、少し斜めになっただけで突っ張ってしまい、全然入りません。1ミリ短く切って逃げたくなるのですが、化粧材なので隙間を作るわけにはいきません。2本目もなんとか収まりました。この針がなかったらもっと楽なのですが、腕の長さがちょっとなんかこう足りていない様子です。3本目はうまくいったと思ったのですが、うわ、なんで、あ、でかい。1ミリぐらい長かったのを妥協して2ミリ切ります。雨がたまるのは嫌なので隙間を作りたくはないのですが、そして距離が短いほど収まりにくいものです。材料がたわまないからです。柱が傾いとるんや。既存の柱がひねっているため途中から入らなくなりました。強引に行きます。残すは防火材2本と柱1本、同時に組み立てます。ボルトを一度外して手すりをすべて浮かします。長手の頭つなぎを入れてから短手の針が乗るように組んであるため、あまり浮かしすぎると外壁が壊れてしまいます。自分以外の誰かが作ったものに対し刻んだ材を組むときは何かとスムーズにいかないことが結構あります。柱がちゃんと収まるかをまず確認する必要があります。ホゾはできるだけ長い方が良いので、外壁が壊れないギリギリのところまで手すりを浮かせてから柱のホゾを切ります。なんとか収まることが確認できました。一人で作業するので、少し工夫してベルトを通します。3本の材は上下左右すべてホゾ差しで組み立てます。1本ずつ順番に入れることは物理的に不可能なので、3本同時に組み込まなければなりません。
痛くない。この柱は化粧なのですが、掛け屋で叩くと跡がついてしまいます。無理だ。どうする？こういう時は引っ張ります。足が短、足の長さが若干ショートなため踏ん張りが効かないようです。次は柱の足を差し込みたいのですが、全然持ち上がりません。できるだけ長めにほぞを作りましたが、そのほぞの長さ分上に持ち上げる必要があります。中脚が桁のほぞ穴に刺さりました。あとは上側を持ち上げて差し込むだけです。ここで入らなかった場合、取り外すことは至難の業なので、組む前に確認する必要がありました。リフォームは地味です。新築の建前のような華々しさはありません。新築なら数分で終わるような作業に丸一日かかってしまったりすることもあります。次に床材を受ける掛けを取り付けます。昔の木製の塀などは土台やかさぎの天板に少し勾配をつけ、雨がたまらないように工夫されていたりします。
休む間もなく次は床板の取り付けです。まず使えそうな既存の床材を再利用するための処置を行います。床板の先端が少し腐っています。上下をひっくり返して再利用します。雨が当たらないサッシ側は全く劣化していませんでした。すべて新品に変えても構いませんが、床板の交換は足場を組まなくてもできる工事なので、今回は必要以上の修繕はしません。疲れたので休憩。でも頭の中は休まりません。状態の良い床材はある程度カットして再利用します。雨が当たる部分と当たらない部分を考えて使い分けます。フローリングや屋根の下地と同様に、継ぎ手を一箇所に集中させないようにします。継ぎ手はささくれてくると危ないので、面を取ります。足りない部分の床板を作ります。ヒノキの真柱、3寸5分かける1寸の材の表面を削ります。できるだけ綺麗なものを選んで使いますが、できれば赤みの強いものを選んだ方が良いです。今回は塗装するので、そこまで気にはしていませんが、木には表と裏があります。今回は木表を主に削りました。デッキの場合は反りを考えて、できれば雨が流れやすい木裏を上に使いたいところです。撤去した防火材です。フェンスを固定する紐材も何箇所か腐っていたので作り直します。一寸角の赤松材を使いました。あと少しです。
バルコニーやウッドデッキを無垢材で作ることはやめた方がいいのでしょうか。私たちも新設するならアルミ製や樹脂製を普通におすすめしてしまうと思います。単純にメンテナンスが楽で長持ちする方が良いと考えるからです。この木製バルコニーは施主様が温泉街で見かけた木製デッキを真似て大工さんに作ってもらったものです。旅行の思い出から生まれたこの場所でみんなで花火を見たりお孫さんと遊んだりと木のぬくもりに囲まれてできたご家族の思い出がたくさんあると思います。雨じまいが少し悪かったことで躯体まで腐朽が進行してしまっていましたが、全体的にはとてもしっかりしており、よく考えて作られているのがわかります。手がけた大工さんが施主様のために一生懸命作ったのが伝わってきます。簡単に壊してアルミ製に交換しましょうとはなるわけがない。これまでのリフォーム事例にもそんな状態なら建て直した方が良いとか、直して残すことに意味があるのかという意見をもらうこともありました。私たちもそう思ったこともあります。でも今は残すことの意味がわかります。ありがとうございます。最後の仕上げです。作ってきた紐材を現場合わせでカットします。隠れてしまう部分も保護塗料を塗る必要があります。最後に足場の足が乗っていたところを塗って完成です。何でも嫌です。早い早い。確認も含めてね。修復工事が完了しました。抜け落ちそうな床。5年後にやるか、この際やるか。何かを新しく作ったわけではなく、
壊れかけていたものを修復しただけの仕事ですが、どこまで直すかの判断に迷いました。当初は板を交換するだけだと甘い考えでいましたが、なんとか元に戻りました。変わったのは明るい茶色から奥様の好みのモダンなダークブラウンへ。家族の思い出はまだまだ色あせずに済みそうです。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。